そうまでしてあの小派を生かしたいか。あの力はソーランを糧とし、いずれ天下を。黙れ！貴様の妄言など知るか。私たちは兄上が必要なのだ。うぬらもそうやって乱世を深める愚か者か。これもまやかしというのか。だが奴が放っていた禍々しい気配は消えた。なるほど、奴の存在そのものがまじないだったということか。ならばそれが消えたことで孫策も救われるだろう。さあ皆孫策のもとへ帰ろう。よう。孫策様。悪い大行、心配かけちまったな。本当です。でもよかった。兄上、これからはまた兄上のもとで戦えるのですね。いや、バリーまだ体に力が入らねえ。それに俺は後を頼んだって言ったろ、ケン。ですが。悪いな、もう少し寝かせてくれ。シュウ、ケンを頼んだぜ。やるしかあるまいな。